はい、今日私は金沢市の近江町市場に来ています。近江町市場なんですが、朝からたくさんの観光客が買い物を、ね、している姿が見られました。とても賑わってましたよ。さあ、そんな近江町市場にですね、今回まさかの自動販売機が導入されたんです。それがこちらです。うん、お刺身おすすめ4点盛り、お刺身、お刺身旬の3点盛り、うん、そして下に行きますとフライセットなんか書いてあります。さあ、こちらなんですが、なんとお魚を取り扱っている自動販売機ということで、なんともね、珍しいですよね。さあ、今日はこちらの自動販売機を導入されました大口水産の荒木専務と一緒に中継を進めていきます。よろしくお願いします。荒木専務、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。荒木さんにはですね、来ていただいたんですが、まずはちょっと商品の、ね、購入から移ってもよろしいでしょうか。そうね、見たい。どうやって出てくるんだろう。やはりね、お刺身おすすめ4点盛り、ね、購入しようと思います。あ、久保田君、お金を入れまして はい、でね、2番と書いてありましたから2番押しますよ。そして買う、表示されます。押すと、はい、何やらですね、自動販売機の中から音が聞こえてきます。もう少しで出てくると、お、今出てきました、商品の方出てきましたね。さて、中身がね、どうなっているのか気になりますが、お、こちらですね。荒木専務、何が入ってるんでしょう。そうですね、本マグロ、マダイ、カジキマグロ、サーモンなんですね。今日はこちらの商品なんですが、入荷の状況で内容が変わるということで、そういった、ね、楽しみ方もあるなと思います。しかも、さあ、こちらの商品なんですが、せっかくなんでいただこうと思います。さあ、何ちょっとね、いただいたらいいでしょうかね。そうですね、今日はこの中でも天然のマダイを召し上がっていただきたいかなと。天然のマダイはないですね。はい、石川県産ということでございます。さあ、実際に食べてみようと思います。さあ、マダイ、こちらですね。綺麗、うん、はい、とても綺麗ですね、本当に。では、いただきます。うん、これこれで美味しいですね。とってもすっきりしていますよ、ね、こうね、新鮮だなというのがね、味わえば味わうほど分かるような、はい、味に、マダイになっております。さあ、荒木専務、そもそもなんですが、こちらの自動販売機、なぜ導入に至ったんでしょうか。そうですね、やっぱり営業時間外でもうちのこう刺身が、近江町の刺身が食べれるよというのはやっぱり一番の要因ですかね。近江町市場ね、やはり午後5時までですから、お仕事帰りにね、実際に購入されるというのもいいかもしれません。さあ、さて、近江町市場内にはですね、実はもう2つ自動販売機ができたんですよね。はい、そうですね。というわけで、コマーシャルの後はその2つ、どのような自動販売機なのか紹介します。あ、気になる。はい、近江町市場内のですね、こちら大口水産さんの前に私たちはやってきました。はい、うん、さあ、その自動販売機というのが、荒木さん、どちらにあるんでしょうか。はい、これです。はい、こちらでございます。うん、はい、昆布締め、そして自家製の西京漬け、うん、そしてお隣の自動販売機にはお茶漬けなんかもたくさん種類が豊富であります。そしてのどぐろ飯、明太しらす飯、丼ね、ご飯なんかも充実しているということなんです。さあ、荒木専務、こちらの自動販売機なんですが、商品の特徴を教えてください。そうですね、ここの商品は全て冷凍なので、すぐ食べんでも冷凍庫で保存もできるっていうところですかね。じゃあ、地元の方が買ってね、はい、お家で保存しとくもよし、はい、買い物客というか、観光の、ね、方も、ね、利用できるのかななんて思いますよね。ちょうどできますよね。さあ、本当にバリエーション豊富なんですが、荒木さん、この中から2つ人気商品、何でしょうかね。そうですね、やっぱりのどぐろ茶漬けとのどぐろご飯ですかね。やっぱりツートップはのどぐろですか。そうですね。さあ、そしてこちらにね、ご用意していただきましたお茶漬け、はい、画面向かって右側がこちらご飯です。はい、ご飯、のどぐろご飯で、こちらが、はい、お茶漬けということですね。お出汁と一緒に。あ、さあ、こちらの商品なんですが、大口水産さんでのですね、イートインコーナーで実際に購入して食べることができるということなんですよね。さあ、では実際に移動してみましょう。さあ、こちらですね、イートインコーナー利用したい場合はスタッフの方に言うか、そして勝手にセルフで
レンジを使ってもいいということですからね、実際皆さん利用してみてください、はい、さあこちら、あ、もうチーズからそうなるから、はい、のどぐろ飯ですね、はい、用意していただきました、ほかほかだ、ではのどぐろ飯いただきますよいしょ、いただきますよ、あれ、わ、大きい切り身だね、まずはのどぐろから、うん、はい、そしてご飯も、うん、ほかほかで美味しいです、やはりですね、のどぐろの旨味がですね、本当にご飯の奥の奥まで入ってますし、味わえば味わうほどですね、こちらのどぐろの美味しい脂のね、甘みがとても伝わってきます、本当にね、これ冷凍だとは思えないんですけれども、500円ですもんね、こちらの、ね、自動販売機がね、実際にたくさん導入されて、それをきっかけに近江町市場がね、にぎわえばね、さらにいいですよね、そうですね、これをきっかけにね、少しでも近江町に来ていただけるとね、なおいいですよね、そうですよね、さらににぎわっていくんじゃないでしょうか、ありがとうございます、皆さんも近江町市場の自動販売機、ぜひ利用してみてください、はい、よろしく。